茨城県道61号日立笠間線は、茨城県日立市から笠間市に至る県道である。日立市を起点とし、笠間市を終点とする茨城県北地域から県央地域を広域的に東西に結び、中継地に、日立大田市市街地、中州リズラ、城里町、石塚市街地を経由する、延長約4 9トルの主要地方道。城里町と、 笠間市境の中山峠越えを含む、主に通勤、通学等における、この地域の生活道路としても重要な役割を担う、県道路線として位置づけられている。日立市と日立大田市の境界にある、多賀山地の山越え区間は、石を採掘する鉱山があり、普通となっている。1994年4月1日に、前身である、主要地方道笠間日立大田線と、 一般県道日立大田多賀線を統合、廃止して、起点を日立市、終点を笠間市とする、新たな主要地報道として、日立笠間線が認定された。道路区域の一部は、県道河原の小多賀線の全線とも重複していたが、同年11月に、県道河原の小多賀線は廃止された。翌1995年、整理番号61に変更され、現在に至る。 日立大田市から笠間市までの区間は、現路線認定前の笠間日立大田線時代に道路改修が進み、京愛区間は中市売り面地区の市街地を残すのみとなった。一方で、日立市から日立大田市までの区間、特に日立市、日立大田市境に位置する通称多賀山地周辺は、改修が遅れており道幅4メートルほどの愛路も存在し、特に山地を超える部分では、 未舗装な、荒地で、旭高松、株式会社席の倉鉱山の傍らを通ることから、一般車は通行止めとなっており、ゲートで塞がれている。日立大田市街地内は、道路改良により、線形が改善されたが、売り面と石塚の両市街地内は、比較的複雑なルートをたどる。道路法の規定に基づき、日立市大久保町同士金沢長官と、 日立大田市港館長同士金井町間及び、日立大田市金井町笠間ま市かさまは、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。鯨川丘トンネル前述の日立市金沢城と、日立大田市、真読町を結ぶ部分は、車道が未開通となっている。この部分を、 トンネルで繋いで整備することが検討されている。トンネルは全長1400メートル程度有料道路とすることも検討されている。現在、日立市日立大田市間は、急峻な産地のために交通が不便であることから、この道路の開通によって、漁師間の交流、さらに国道6号の慢性的な渋滞の緩和などが期待されている。この前段階として、 日立市山川道路の一部区間がすでに茨城県道61号日立笠間線として整備されている。笠間市と日立市を地上ではほぼ一直線に結ぶが、闇添山地及び阿武熊高地南部を横断し、中川と久慈川の二つの大きな河川を渡るため、全体を通して起伏の多い路線となっている。起点付近福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。日立市大久保町1丁目付近の道路の一部は国道6号と重複。日立市への移管した区間の延長は980メートル。大久保町1丁目交差点大久保町2交差点の残りの区間はもともと国道6号との重複区間。ありがとうございます。